あれ値段もこれやから。あっちゃん時間だけやで心配な。川側に。いやでも自分が言い出したんやろ。俺が今から行くに自分もやんで、俺も返すなあかんの。別に何とかしてくれるか。これ絶対お化け出るよな。これ靴脱がなあかんの？これ脱がなあかんの靴ほんま。脱いでいった？片山さん。電気が止まってる。でもブレーカー見たけど、ブレーカーを糸通りに使わへんかった。ネズミが死んどるじゃん。ネズミが死んどるがな。もうええわ。ネズミが死んどるがな。脱いでやん。ネズミが。脱いでやん。おう、ネズミが死んどるがな。乗せて、外に。ネズミ死んでるやん、ほんまに。ネズミが生きられんとこだよ。これさ、うん、もう何年も人が入ってない匂いやな、これ。ちょっともうネズミ死んでるやん。藤本ちゃん。こんな、だから多分コロナから使ってないと思うで。じゃあ、ここに置いてある新聞、2014年だね。だって、一時ここ、あれ、ちょっとあのネズミなんとかしようや。めっちゃ嫌やわ、俺。すごい、あれは検査じゃない。いや、得意じゃない、もう。ネズミなんとかしていけないか。今日、でかい猫みたいな、もう。死んでたし。もう、ここ開けんのも嫌やわ。開けんな、開けんとこ。うん。ただ、こんな人もすごいやけどな。でも、勝てって俺も。いや、でも。今、開けようか。いや、いいよ。まあ、いい。俺、意外とな、あの、汚いとこ分かんねん。やるわ。すぐいいね。うせえ。ほんまや。めっちゃ汚いやん、これ。ほんまや。ただ車かけてみて。新しいワードは一緒にできへんから、これ。これやっての病気やもんだけやからさ、基本な。うせえ。もうネズミ死んでたんがもう嫌や、俺。あれ、ほんネズミどこ行った？池谷さんがどっか行った？そう、あのネズミの死に方は。さ、なんであんなとこでネズミパタピ死ぬ？何があったらさ、力さ、あんなとこで死ぬやろ。おかしいやん、あんな死に方。いやいや、そうやろ、おしんさん。うちでもあんな見たことない。だから、もう食料が尽きたんやろな、ほんまに。殺素材、殺素材がどっかに。いや、多分そんなんやろ、うん、あ、そういうことか、うん、ここでネズミおった瞬間さ、二人さ、ここ取ったやろ。こっちに行きたくないからやろ、絶対。違う絶対そうやろ。違う俺、舐めたザックやろ、これ。こんなちっちゃいの来たから。名前ね、帰れ言われるの。じゃあ明日奥またしないけど、はい、そうやな、うん、そうだね。ちょ、もうポテチ入れへん、入れて。あ、なるほど。これ火入れちゃった。あかんて、しげ入れちゃった。暇じゃべえ。ちょっとリンダ渡すわ。なんであいつ向こう止めてんの。いや、要はほら、ここに自転車止めるから、うん、止めてくるってなって、そのままもうそこに寝てんのか。そうそう、着いたでって言ったらねえの。電話しちゃってくれ。うん、俺で。あ、もう知らんの。俺も知らん。そっけ。そっけ。ガチャ。若も通天と通天持ってくるのかな。言ってた。うん、もうあいつにはもう何言っても無駄や。もう持ってくんねえ。それ置いていかそうか。置いていかしてなんか冷たいやん。ポテチ入れながら。向こうな。おう。そうしょ。でもな、あの時決めたはずやね。あいつの。ザックをみんなで確認するってな。あ、そうそう、言ってたよ。現状の時な。でも、だってあれ、宮脇師匠が、しろって言うたから。けど、ここ、いや、しかし、もたな、俺。何が？何にも買ってない。何を？行動食も何にも。行動食も買ってないよ。さっきは、ベースキャンプすごいもたな。これ、新さんが唯一、念のため買っとこって言って、あ、ほら、俺も一個買っとくわって言ったら、いるかい。でもな、もう行動できひん。いやいや、じゃあ平地が2時間増えただけよ。おう、これいける？いけるいけるいける、絶対いける。もしあれやったらもう みんなのなんかあるって。あるっせ。おお、いや、なんで長ズボンなんしさ、半ズボンでいいよ。え、片山さん半ズボンでいくん？じゃあこうだ。あ、ほんまにこれ、まずこれみんな、あ、ねえへんの、変なそこで。じゃあこ
けないよ。こけないよ。俺、車の中でやるよ。こけないよ。ええ。まじまじ、車の中のもありやすい。どうぞ一緒かねえ。あ、そうなの。じゃあもう寝てきてんやろ。俺ら関係ないやろ、別にこんなもんしてんねやから。ほんで、寝たかったら車に寝てこいよ。でしたよ、また。俺、でもこの前さ。だから、あとはもうリーダーをどう、誰がどう説得するかやな。じゃあ、もう、ケイさんが言うてや。怒られるぞ。いや、だから、あの、俺が、みんな今話が決まってる話、全然この話はなしにして、出るから、どうせ後から分かんないけど、YouTube 見たら。シンさんもいたもん。シンさんは、言ったことない。俺もない。いや、あんたは絶対こちらが分かってる。で、そんなとこもあるけど、どうやって。あくなら、マイホの投影機の正面駅、目の前で奥和田白池まで行って帰ってくるってことやな。そういうことどれぐらい徳沢から一応コースタイムはあったら3時間。3時間か。いや、絶対そっちの方がいいわ。絶対3時間で届かん。届かん、めっちゃ急やもん。えあ、そんな急やもん。えそう。じゃあもう行かんでええんじゃん。気分が徳沢園で宴会でええんじゃん。もう上りもさ、気掴みながらこうやって上がるような。あ、そんな上りやろ。一応フィックスで 6mm15 だけ持ってきてみたいんやけど。そうだ、持ったハーネスなんやん。なん持ってきてもいいよ。お助けしよう。ああ。岩が滑るとか、あれで、俺のために持ってきてんの。ああ、そうだ。こんな金のかかるハイキングないやん。ないよ。新さんなんか。何本かかってんのよ。時間とかで。だから、どっちみちなら、あ、そこまで行けりゃいい。でも絶対に途中で文句言うぜ。文句言う。なんだ絶対文句言うぜ。誰やこんなとこに来いだろう。病院がの上に。だって長ヶ岳みたいなもうめちゃくちゃしょうもない道やでって今言うたからさ。それしょうもないよ。オンラインの時に言う。しかも長い。オンラインの時に言えっちゅうねんなそれ。そう。俺ら知らんからさ。いや、やばろ。やばい話だね。藤本ちゃん入らんでくれ。まあそうやねん。あんた入る権利ないやって。そうやねん。そう、だからオンラインでももう俺呼ばんでええねん、ほんまに。ほんま。シンさんもだからあの時にもうガンガン言ってくれんと、そんな。シンさんも悪いわ、そんな。で、で俺その先に、マジで行くんかってから言うから。じゃあとりあえずそういうことで、うん、2時間ほど紙。あ、オッケー。宮脇、あ、でも必ず行かなかもんな、俺。これもう一回整備してほしいな、この小屋。え、ここいやもうこれがええねんって。いや気持ち悪いねんで俺は。気持ち悪いねんけど。いいよ。ネタに。そうネタにはなるやん。もうめっちゃ嫌やねんで俺今でも。でも このさ、これももう汚い感じるからさ。こっち貼って。いやいや俺こっちがいい。だってこうやったらさ、こうやって充電したらできるやん。これやったらほら持ってきてんやんか。こうやって。必ず調べられへんよ俺そんなんされたら ここでもう移動ほぼ出てるこれ俺寝られへんからさ、ね、寝ささってシンさん連帯責任やで。寝たらあんねんね。寝れるん。いや寝れる、ね、寝れそうやなみんな。俺も寝れそうや。もうじゃ俺も明るかったら寝られへん。いやそれわかる俺も、うん、消そうか。電気消そうか。消すしかないな。意識消して死ぬ。ちょっと向こうの電気消し。向こうの電気は絶対審査やんな。向こうの電気は審査やんな。ネズミがなんかネズミがなんで一番年上の2人がそこ絶対お化け出るわ。ここ豆球もないやん。あもう絶対お化け出る。怖っ。寝るか。これは怖いぞ、うん、お化け出たらみんな教えてな。うんそう言うてや。いや俺お化け怖いんや、うん、もうキモいわほんま。これは怖いわ。お化け見たことある？ない。俺もないね。かっちゃんに一応 LINE はしてんけどな。ケージなかった。ついたでって。うん。じゃあヤロピック。帰ろう。仲間見捨てへん。見捨ててほしいもん。見捨てへん。仲間見捨てへん。うわあいつすげえかっこやな。
それでなんでクソダサい、クソダサいな、バッタかいよね。使うとこ全然ねえ。バッタやんけ。もうバッタ今まで見た中で一番ダサい。バッタやんほんま。死ぬほどダサい。何が入ってるそれ。何が入ってる。ちょっと一緒に写してや俺ら。何が入ってる。何が入ってる。ほんま何入ってる。でほんま何入ってるのそれ。え夢と希望がいっぱい入ってる。ほんまに何入ってるの。じゃあほんまに何入ってるの。じゃあポテトチップス入ってるじゃん。ポテチなんて最後上にちょこんってのしただけやんけ。寝巻き入ってる寝巻き。まさか缶もフルセット持ってきてないやろな。ハーネス持ってきてないやんな。いやただ荷物がガサバってるだけ。じゃあほんとその色合いとどういうつもりなの。いやいいじゃん今日グリーンでそれで。もうほんまバッタやん。ちょもう一緒に歩かんとってほんまに。こんな寒いねんな上高地。いやだってもう舐めてたほんま舐めてた。この時期わからんやろ。ガッチャンほんま、うん、なんでそんな入ってんの。いざとなった時さ、ケンさんの荷物入るスペースあるかこれ。いや別に俺別に荷物あるお前もやお前もやそろそろ自動損壊っすわ。ほらビデオフトポテチブラックショート出てました。ちゃーちゃーケンさんケンさん俺はリーダーはそうあるべきやろっていう話。いや全然あれケンさんぐらいのザックだったら俺でしょ。俺リーダーじゃないから聞け聞け。えいやケンさんぐらいのザックだったら俺のザックつくもん。あ上にな上に。あまあそれやったらいいそれやったらいい別に。うん名字どれケンさん名字どれ。こっちこっち。あれめちゃんごほうやからな。地方じゃねえから。めっちゃ寒いね。俺も寒いてる。大阪やったらほんまに T シャツやからさ。その気分で来たらもうえらい目にあったわもうほんま。めっちゃ寒い。なんで買わんかったん行動する。こら素泊まりよ。いやだから俺昨日言ってたやろ。二人にまだ了解得てないから。シーザーの一言がなかったらパンすら買ってないから。焼きそばパンが一個あんねんな。これだけ。あい。全然ザクバラすようないや。もう今ヤクみたいに襲ってた。どっち行けるやん走ったで今。あの二人がびっくりした。だから限界までちょっと我慢してみて。焼きそばパン一個でどこまでこう行動できるかのそのカロリー。おお。一回やってみよう今日。これあれかあのカオレの時に持ってきてたやつ。あそう。3万円やってこれ。300円でもいらんで。島村で買った。ワークマンか。モンチュラ、モンチュラ、これモンチュラ。あ、軍でな。あ、そうなの。3万で買ったわけじゃないの。定価が3万ってこと。それは安くなってるって。それこんなん絶対売れへんよ、3万で。誰が買うねん。サブに買わせる。ほら、特価ある。ないもん、待ってな。焼きそばパン食ってもうたらもう、なくなるから。あかん、壊さんで絶対もう絶対壊さん買っちゃうするわもう見せてくれ。いや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 腹減ってるから仲間は見捨てん見捨てん特殊止まりかな。いや特殊止まりよ特殊まで停止止まりよ。いやいやそういう意味じゃなくてもう激烈にダサいよほんまこれ以上ダサい服装ないやろほんま。まあまあまあでも買い込まの時のあれが一番良かったけどな。早かったやろベストレイヤリング。いやフリースパン持ってきたんやろかちゃん。寝巻き持ってきてない。寝巻き持ってる決まってるじゃん。持ってきてる？持ってきてるよ。じゃあ履き替えてや。いやいやいや履き替えてや。おうおおお。履き替えてよ。待つから。なあ待つからほんまに。もうこれ以上にダサいデザイン作られへんで。この切り返しの素晴らしさ。そう。おう。でも、かっちゃん、ガイドをやめとき、あんなお金出しとる、ただの第三者の証明やのに、まあねうん、1回7万とかで、うん、2も3もステージまで組まれたら、旅程管理士やで取らなあかんの。あ、何しょ、そうやな、国家資格取ったが強いんやって、うん、そうやで、あんなな、1回のテスト7万とかありえんって、あ金儲けのためやん、あいつらの、うんうん、そうやで、後ろちょっと来てんで、ヒデさんもやめたもん。今日はやめましたよ。ねえ、うん、あなんか、うん、分からんし。だから、うん、俺、フリーでもやろうかなと思って、物は異様だもんでさ。いや、だから、旅程管理してさえ取っとけばな。取っとけばいい。その、うん、何もその言われることないから。うん、それをそれ。旅程管理士、旅程管理主任者、そんなんも知らんとよガイドやろうとしてたなほんま。
いや、前ヒロさんから聞いてたけど名前忘れちゃったよ。予定管理者や、覚えとけ。ヒロさんから、いや、とれとれ言われたんだよ、めっちゃいいぞって山岳ガイドクラブなんかにさ、証明してもらったって、うん、別にいらんしな、証明もいらんしな、なんやねん、山岳ステージ2とかさ。俺もじゃあ、予定管理士取ったやねんな、取ったやねん。で、ツアーサンダーバード組んだ、組んでな、ぼったくったやねんな、みんなから言い方やねん。カッチャー雇ったるわ、その時は。ほんま、そっちの方が絶対ええで、うん、お城でガイドしようやつら、ガイド資格持ってないやん。ああ、そうだね。そうでしょ。ボランティアガイドだね。結局、ガイドできんねん、うん、取りに行くか。すぐ取れるから、もう今週2日行ったら。なあ。あ、そうなの。うん、それって国家試験って何。国家試験、うん、試験あるから、まあ、カッチャーとそれ通らへんやろうけど。そうだね。おうん、そうなんだよ。俺試験ダメなんだよ。負けんなよ。生活かかっても負けんなよ。あ、そう、藤本ちゃん、ステッカー持ってきてくれた？かっちゃんはない。え、かっちゃん、あんなん興味ないかなと思って。いる？いや、冷蔵庫に貼ろうかなと思って。冷蔵庫やでしょ。やったらもう貼らんとってくれよ、もうほんま。ほら。なんで冷蔵庫やねん。なあ、ステッカーあげる価値がないわ、冷蔵庫って。川側によって川側に休憩すんの。あのバット出せや。でもすぐそこちゃんとさ、10本あるかな。まだ10本ある。あ、そうです。やっぱりすごい。シャモニっていう登山用品店やってまして、あ、普段から、はい、普段からあの、はい、ちょっと見てます。あ、応援してます。オンラインもやってんね。はい、やってます。買いましたよ。本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。失礼します。つけて。ありがとうございます。つついた。3分ぐらいしか歩いてない。休憩したとこから。こっちこっちこっち。こっちろ。ここでも風呂入れんの？あれ？俺足首痛めとうから、俺テントパンするわ。あの食材クマに襲われたり。いや、一人やったら危ないから俺も残るわ。ここは俺に任せろ。ネズミの死骸が。マジで？お、池入ったらネズミの死骸があって、ケンズさんなんて気持ち悪いから車で寝よんね。そうなんだ。逆なんかダジオルしちゃったもん。あ、これで寝転がったらさ、めっちゃ気持ち悪いよな、あれな。川の向こうわかんの？森の中。40分。ここに行って、ここ水溜まるんだよ。ここに行ったらこう貼る、こっちみんな入ってないよ。12時間もうこんなとこおられへんって。巾着やん、巾着。日本一ダサい格好なってんで。もうあのカイコマ以来の衝撃やで。歩く気がもうないからな。あの上、あの山頂、いや無理やろ、あんなとこまで。あ、ちょっと当たり前やな、紐やねんから。もうペースを下げて下げて中心に追い込むから。じゃあこれがやっぱその登山での代用品になるっていうことやんな。あ、そうだね。それをかっちゃんは広めていってねんな。その人がズダ袋で登ってるってことは、うん、汚い、汚い、全然汚い。行きたいねんけどな、時間的に。これ俺ら今から池に見に行くわけなんやな。これもう限界や、限界への挑戦やな。何の限界の挑戦なの？何の？いや、あの、その、ちょっと俺らで著しくペースを落として、この足引っ張って、タイムオーバーに持ち込もう。その方がやろう。その方がやろう。せやな。